近年 NASA と SpaceX は全く異なった領域で宇宙開発を進めていますが、これには一体どういった背景があるのでしょうか。両者は対立関係にあるのでしょうか。宇宙探索は人類が長年にわたって追い求めてきた夢の一つです。私たちは地球というとても小さな惑星から無限に広がる宇宙を眺め、何がその向こう側にあるのかを長年研究してきました。しかし驚くべきことに、私たちの地球上でさえ世界の海の 80% 以上が未だに未開拓のままであり、人類が宇宙について知っていることは地球の外側にあるもののわずか 1% にも満たないのです。この事実は宇宙探索がまだ始まったばかりであり、未知への探求がいかに広大であるかを示しています。この探求の最前線に立つのが NASA と SpaceX です。 NASA は1958年にドワイト・アイゼンハワー大統領によって設立され、宇宙活動を通じて全人類の利益を追求するという使命を掲げました。一方、イーロン・マスク氏によって2002年に設立された SpaceX は火星植民地化という壮大な目標を掲げ、宇宙旅行及び宇宙移住の未来を再定義しようとしています。 NASA と SpaceX はそれぞれ異なるアプローチを取りながらも、宇宙開発の新たな可能性を切り開くための努力を続けています。 NASA の宇宙開発は国際宇宙ステーションの運用や遠く離れた惑星への探査ミッションなど、宇宙の奥深くへの理解を深めることに焦点を当てています。1958年の設立から約10年後となる1969年、アポロ11号を人類史上初となる月面に到達させ、宇宙探査における歴史を塗り替えました。また地球軌道の上空約400キロを飛行する国際宇宙ステーションでは、長期間の人間の居住と科学研究を可能にしています。国際宇宙ステーションはアメリカの NASA、 ロシアのロスコスモス、日本の JAXA、 ヨーロッパの ESA、 カナダの CSA の共同事業として1998年に打ち上げられました。この多国籍プロジェクトは宇宙での共同作業の模範となり、科学技術や国際協力の面で大きな成果を上げています。その他の NASA の実績としては、ボイジャー1号と2号と呼ばれる2機の宇宙探査機が挙げられます。この2機の宇宙探査機は木星、土星、ウラヌス、ネプチューンに到達し、さまざまな科学的データを送信することに成功しました。地球から約200億キロメートルほど離れた場所を飛行しているのにもかかわらず、地球との交信が可能なんです。またアルテミスプログラムでは、人類が再び月面に着陸し火星への大いなる飛躍を遂げることを目指して、現在もさまざまなミッションが進行中です。 NASA は宇宙から得た情報で地球環境の課題解決にも取り組んでいます。現在研究段階にあるエアボーンレーダー装置は氷河の流れを研究していて、これらの情報を生かすことで気候変動に関する解決策を発見できることが期待されています。政府資本で人材も豊富な NASA と比較すると、 SpaceX はまだ発展途上の企業といえます。イーロン・マスク氏が個人で所有するこのような民間企業が生き残るのは至難の業です。他の民間企業と同様、キャッシュフローが全てと言えます。もし開発がスムーズに進まず資金面がショートしてしまうと、すぐさま倒産の危機に陥ってしまいます。 SpaceX の収益の大半は宇宙ロケット打ち上げによるものです。 SpaceX は再利用可能なロケット技術の開発により、宇宙旅行のコストを大幅に削減し、地球外での人類の生活を現実のものにしようとしています。ファルコン9ロケットとドラゴン宇宙船は国際宇宙ステーションへの物資輸送と宇宙飛行士の送迎に成功していて、民間企業としては初めてこのような役割を担っています。さらに SpaceX はスターリンク事業を通じて世界中の未接続地域に高速インターネット接続の提供を進めています。 SpaceX は現在ファルコン9とファルコンヘビーの2つのロケットを運用しています。本来ロケットの打ち上げには莫大な費用がかかるのですが、SpaceX はそのロケットの打ち上げ費用の価格破壊を起こすことに成功しました。なぜコストダウンできたのかというと、 SpaceX はロケットに使用する部品の7割以上を内製していて、部品の設計から組み立て、ソフトウェア開発までほとんどの工程がカリフォルニアの工場で行われます。また 3D プリンターなどの最新 IT 技術を駆使している点もコスト削減に寄与してます。そしてさらに SpaceX のロケットのもう一つすごいポイントがあるのですが、それは打ち上げた後に回収し再使用をすることができる点です。ファルコン9は2段式ロケットなのですが、1段目を分離した後、なんとそれを地上に垂直着陸させて回収しているんです。こうしてこれまで使い捨てが当たり前だったロケットを再使用するという斬新なアイディアで、1回あたりの打ち上げコストをさらに下げることに成功しました。順調すぎるほどに進んでいた SpaceX のロケット事業ですが、2023年4月に行われた史上最大の超大型宇宙船スターシップの打ち上げ実験は失敗に終わりました。その他にも SpaceX は火星移住計画に対しても積極的に取り組んでいます。イーロン・マスク氏は Twitter 上で自らを初代火星皇帝と名乗るほど火星移住へ前向きで、2030年までに火星に移民を送り込み基地建設を進める計画を発表しています。
その後も定期的に人と物資を火星に送り続けて、最終的には100万人都市を建設すると断言しています。先ほどご紹介した巨大宇宙船スターシップも開発当初から火星を目指して作られています。火星への旅には航行中の放射線の問題や現地での生活の問題など解決しなくてはいけない問題がたくさんありますが、スペース X ならきっと解決してくれるでしょう。現在スペース X と NASA は宇宙開発において協力関係にあります。スペースシャトル計画が終了した2011年、 NASA は後継機を持っていませんでした。その理由の一つは莫大なコストがかかることでした。そのため自分たちで宇宙船を作るのではなく、外部にその役割を託しました。その挑戦に立ち向かったのがスペース X です。スペース X はアメリカ政府からファルコン9ロケット開発費の約半分の出資を受け、そしてその後 NASA の宇宙飛行士を国際宇宙ステーションに送ることに成功しました。民間企業としては初めての快挙です。 NASA がスペース X にロケット開発を依存しているように、スペース X もまた NASA や政府機関に依存しています。両組織の関係は現在非常に複雑な構造となっています。では将来的にはどうなるのでしょうか。両組織の開発が地球軌道だけに限定されていないことは確かです。目的は大きく異なるかもしれませんが、両組織は火星のような地球と近しい惑星を研究するという同じ目標を共有しています。スペース X は最近アルテミスプログラムの一環として NASA と共同で月着陸船を設計することになりました。これらの協力によってより安価でより頻繁なフライトが実現すれば、より多くの研究が実施され、両組織の目標を達成するのに役立つはずです。国営と民営のこの協力関係は間違いなく宇宙史上最も重要なものであると言えます。皆さんはこの両者の関係が今後の進展に貢献すると思いますか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見をお待ちしてます。今回は以上です。世界の最新宇宙情報をいち早く知りたい方はぜひチャンネル登録して新着動画をお待ちください。ありがとうございました。